おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、 AGP ヤマト、3回目ですね。はい、この3回目では、前回ご紹介したこの2つを合わせていきたいと思います。はい、ではまずヤマトの方からちょっと組み替えをしないといけない。変えなくてもできるんだけど、ご紹介のためにやりたいかなみたいな。よいしょ。その際ですね、一応パーツがちょっと重いということで、支えのパーツ、アームですね、こちら付属している2本、これ一応用意します。で、手首をこれとこれにしようかな。用意しよっかなっつって、俺どこ行った？あ、違う、いいんだいいんだ。よいしょ。いやー、あれだな、相変わらず手首が簡単につけられて非常に楽ですね。よいしょ。ではちょっと分かりやすくオープンして外しましょう。後でつけよう。はい。まず前回つけたこの鑑定固定パーツ、これ外します。何の意味があったんだこの穴。そしてこっちのグレー、これは残しといて、これと接続、サクッと刺さりすぎじゃね、緩いんでないのこれも。はい、こんな感じで固定です。そしたらベースの方に乗っけちゃいます。若干浮くね。まあ浮かせておこう。これが緩いのが非常に気になるな。この間に入らないよね。一応こんな感じで取り付ければ浮きます。ちなみに前髪は取れました。そして説明書にも書いてあったんですけど、あら、頭のここ破損注意です。はい。そしてここの下ですね。ここ見えないね。こちらのところに付属のアームを取り付けておきましょう。かなり適当につけてます。説明書ではこうなってるんでこうつけてます。よいしょ。いや、まあ、こんな感じ。そして完全真横向けた状態で、これも角度をつけれるので開いてちょい向けたりできます。そしてその時の支えをですね、この下の砲塔の下にこうアームを入れてやる。これで、自重でこう下にこう落ちてこないと。これを一応両方行いますと。
業携帯みたいにしたあれですね、あれに比べてこう、なんて言いますかね、この展開形態と言いますか、さらにでかさ感じますね。ものすごくでかいですね。これはでかい。でかいね。そして本体を、これはちょっと個体差なんで、つけっぱなしでできる人もいるでしょうけど、私のちょっとこの本体との固定がちょっと緩くてですね、なかなかつけっぱなしだとちょっときつかったんで、バラでやりましたが、まあ、つけるとこんな感じ。寄ってみます。こんな感じですね。いやーでかい、横幅がでかい。さらにこのベースも通常普通のやつよりもでかいんですが、それからはみ出るようになっちゃうので相当大きいですね。まあお値段も相当大きいことになってるんですけど、一応ぐるりと、よいしょ、こんな感じですね。いやでかい。コンパクトにするのであればこれですね、これをもうちょっと閉じた状態の、あの防御形態みたいなやつにすると多少スペースは抑えられますが、やはりヤマトといったらこうでしょう。これもうちょっと手とかこうポージング変えたりするともっと非常にかっこよくなると思うんですが、それやっちゃうと非常に長くなりそうなんで、一応今回でこの3部作といったら変な話ですけど、素体、乾燥パーツ、そして合体と、これで一応ヤマトはこれで完了とさせていただきたいと思います。ですね、一応あのシリーズものとして、あの第2弾としてあのアタゴですね、こちらの発売は決定してるんですけど、予約に失敗しまして、手に入ったら、ご紹介したいと思います。魂ウェブの方は注文済みなので大丈夫なんですが、アタゴの方がちょっとなんとかしたいなっていう、あんまり高いお金出したくはないんですけど、なんとか手に入れてご紹介動画撮れたらと思います。では一応これでヤマト完了とさせていただきます。ではまたお会いしましょう。バイ。